はいえー、じゃあ早速評価についてと課題をお話し,します、えー、っとまず評価できるその一点ですが私が考える ICT 活用の3段階の意味を十分に返していただきまして香港の場合3段階目の研究に入りつつあるということでございますどういうことかというと、まあ、とにかく ICT を事業を使っていく第一段階 どういう場面、導入や展開やまとめのどういうところ、振り返えの場面で ICT を効果的に使える段階、2段階、そしてまさに本校が狙っているどういう子どもに、どういう特性を持った子どもに、どのように ICT を使ったらいいのかということを考える段階、この第3段階まで視野に入れて、本研究がやられているということでございます。次に、えー、先ほどの話もありましたが、指導案に工夫が見られます。これは非常にいい特性だと思っています。 どの事業場面でどの生徒つまり優位感覚タイプに基づいたターゲットパーソンを意識してどのように ICT を活用することがいいのかということが指導案にさなされています一種の仮説でございますでこの指導案っていうのは非常に私はユニークなもので他校に大いに参考になるのではないかと思います今研究主任が述べましたけどあこういうものでございました、えー、左に事業展開があって真ん中に どういうふうにやれば子どもたちに、どの子どもにどういうふうに、例えば話し合った内容を電子黒板で提示して、他者の思考を視覚的に理解させる、これは視覚的タイプ、下の方ですか。このようにですね、それは本校の場合、誰なのかということが記号で示されております。このような形でですね、事業案が明確になったということでございます。それからですね 評価できる第2点ですが本校が独自に作成した優位感覚タイプを同定するための学習スタイルチェックシート最初はまあ,ある理論に沿ってやろうかということもなったんですが現場の中でそれが作れないかということを強く私がお願いをしましたところ頑張っていただきまして先ほど出ましたようにこのような形で同じルー,プへループを使う場合にもループの正しい使い方の図や写真を見て考える場合と それが視覚優位でございますがルーペの正しい使い方についての人の話を聞きながら使い方がある程度理解できる聴覚優位のこと、まあ、とりあえず使ってみてそして使い方を理解するんだというようなことでこれがまあ一番当てはまる場合は丸次に当てはまる場合三角ということでこういう項目がまあ10項目ほどだんだん各教科の中で作られてきたということでありますつまりそれをいろいろ評価してそしてまたそれを振り返って 段階的にだんだんん作ったという形でございますですから、あったものを使ったというのではなくて、温校独自の事業に沿ったものを作ったということでございます。でまあ、今後の課題なんですが、えー、私と一緒に財団の金村課長が一緒に同行しています。まあ、彼は大阪大学の人間科学部でたたきあって、必ず彼が言うのはですね、えー、先生、それは証拠がありますかと必ず言うんですね。データが出てますかと。 毎回言われてると思いますが私にかわてそこ言ってくれるんですがそこで私たちが以前事業研究で開発した再生刺激法というものを使いましてビデオを振り返ってある特定の場面で子どもたちがどう考えたのか特にこの場合ターゲットパーソンになっている子どもが何を認知面上位面で考えたのかを今積み上げております先ほどもちょっと研究所に出したようですがこのようにですね支援がこの子にとって良かったのかどうかっていうのを4段階。 このの本人の評価になりますがそれから認知面では「あなたはその時何を考えていましたか?」ということでこの場合あの四角い比の子に合わせた形で問題文に合わせて動画を見せることで問題把握をしやすくさせているんですがこの場合に認知面だといろんな考え方があるんだろうと考えてたと今まで習ったことでどんなことが使えるか考えてたとかもう一つは「心配だったけど解けたらいいな」とか、まあ、そういう上位面などを積み上げていっているところでございます。 今後の課題ですがもっとこの ICT 研究をですね、えー、積み上げるとともに他校にどうやって発信したらいいかということを今考えておりますただ先生方こ見ていただくとこの写真を見ていただくと分かりますように非常に先ほどの学校と違って小規模校ですこれ国語で詩を作ったんですね中学生1年生ですでその詩をですね、えー、これグループごとにそのいくつかの,あの典型的な詩が出てくるんですが それについてコメントをお互い話し合って、グループで話し合ってるんですね。で、その様子、その子がコメントしている様子ですが、その次の様子、これが本人が作った、えー、作者なんですが、この前の男の子、見てください、この正面を、恥ずかしくもなくよく見てるんですね、こういうふうに。こういう姿を見ますとですね、まあ、小規模校の特性が非常によく出て、だからこそこの子に焦点を当てた研究が深まるのだと、私は思っております。今後に応援期待したいと思います。以上です。